県内では今日新たに新型コロナウイルスに感染した人は確認されませんでした。浜松市は6日連続の感染者ゼロです。県と静岡市、浜松市の発表では、今日県内の新型コロナウイルスの新たな感染者はいませんでした。県内で新規感染者が確認されないのは、今月に入って10回目となります。浜松市は6日連続の感染者ゼロとなりました。